どうもすです今回は僕たちの知らない超高級時計の世界についてお話ししていきたいなっていうふうに思います高級時計ってなんであんな高いのっていう話なんですけど、まあ、この動画を通じて皆さんにお伝えしたいことから先に喋っていきますねというのもあの、まあ、この動画の前提として僕時計全然興味ないんですよねであの時計に金使うやつバカじゃねえぐらいに思ってるようなバカちゃんちょっと口が悪いですねお馬ちゃんじゃねっていうふうにあのまあ算数とかできないのかなっていうふうに思っちゃうような人間なんですよね性格悪いですよねただ あの僕そのパチンコとかタバコとかも嫌いなんですけどまあ、やる前から頭ごなしに否定するの嫌なんで一回やってみてやっぱパチンコってクソだなとかタバ,タバコ全然美味しくないじゃんとかビール全然美味しくないじゃんとかそういう風に自分で体験してからこうやって喋るようにしてるんですけどだからこの高級時計だって別に買うわけじゃないけど色々調べてみたんですよねなんであんなに機械仕掛けの時計とかって高いのみたいな話だったりとかまあ、ロレックス以上にどういうメーカーがあるのだったりとかでなんでお金持ちたちはそんな時計なんかにそのあのあ iPhone だってそのスマホとか見たら 時計だっていっぱいあるわけなんですよその機能としてわざわざめちゃくちゃ重たい高級時計を腕につける理由何なのっていうのを調べていけばああなるほどそんな理由があったのかみたいな風にね僕たちとは違う世界を見ているわけなんですよねお金持ちたちっていうねでやっぱね好奇心を持つと世界の見え方って変わるわけなんですよとか僕たちは野球上手くなりたかったら自分より上手い野球やと 野球の先輩とか講師とかの教えを請うたりとかプロ野球選手の解説動画を見るじゃないですか同じようにお金持ちになりたいんだったらお金持ちの思考とか行動を真似しようっていうこととかそしてやっぱね賢い人たちっていうのは こここの世の中の世中ルルールを理解しししてててうまく乗りこなないるるとか使いこなしているわけなんですよねだからこそ資本主義社会において上に行けてるんだなっていうことを高級時計の観点から見ても分析できるなってそういう学べることがたくさんあったのでねちょっと今回その高級時計の世界について僕の知ってる限りのことをお話ししたいなっていうふうに思うんですけどというのもなんかロレックスとかじゃなくて超高級時計って別のメーカーが3大高級時計っていうふうに言われてて例えば。 えとパテック・フィリップかなとオーディマ・ピケとバシュロン・コンスタンタンっていう皆さん聞いたことあります僕全然聞いたことなかったんですけどそういう三大時計メーカーが超高級時計の一角になってるらしくてただその時計ってその少なくとも僕たちみたいに僕あの別の動画とかでも車とか家とか全部そうなんですけどそれが世の中の真理かどうかはさておいて僕たちが一生貧乏社畜から抜け出したいならローン払ってる場合じゃねえぞとそれよりも。 とかローン作ってる場合じゃねえぞとそれよりもあのちょっとでも契約して積み立て NISA とかして社畜から抜け出してそして自由を取り戻しませんかっていうのが僕の言ってることのコンセプトの一つとして,してあるわけなんですよねだからその周りがいい時計を持ってるからとか舐められないようにするためとかその承認欲求で自分の自由を切り売りしてる人たちってあ本当残念だなっていうふうに思っているような人間なんですよね僕はね <laughs> そんなことをそう言って人を見下している僕の方が残念だとは思うんですけど今喋ってて思ったけどねただ もう超大金持ちたちってていうののはそんんななな次元の世界は生きてないわけなんでも、ね、このさっきお話したようなこのバシロンコンスタンタンとかなんでバシロンコンなんでタン,タンが2つ続くのっていうふうに思っちゃったんですけど <laughs> あのこの高級時計とかって電池,電池で動いてないんですよね。ないらしいんですよね。で腕につけて歩いたりしたらその腕の,その振る動きとかによって歯車がそのピタッと噛み合ってそして歯車が動いて 時計が動いいてて、るらしくてで電池とかもないんですよねで。時計をつけずに23日放置しておいたらその動力源がなくなってあの時計の時間がずれちゃったりとか止まっちゃったりとかするらしいんですよね。でそれって機能性としててどうなのって話なんですけどその時計はもはや時計としての機能じゃなく芸術作品みたいなもんなんですよ絵画とかを持ち歩いているようなもんなんですよね。で、まあ、絵画を見たらわかるように。 その超大金持ちたちっていうのは腕に持ち歩ける手軽に持ち歩けるあの資産をつけているというわけなんですよね。で超大金持ちたちの世界において重要なのは、まあ、あの僕たちにとって例えば分かりやすくて超大金持ちの人たちってっ西村祐樹さんとか中田敦彦さんとか彼らはもう日本だけじゃなく好きな国で移住して暮らしてるじゃないですか。でそういうふういふに 僕たち社畜と違って嫌な人間関係は捨てられます好きなことをして生きていけますっていうようなレベルの人たちからしたら何が恐ろしいのかって言ったら自分の健康状態が危ぶまれる状態不健康になるのかとか何か悪いことして捕まってしまうかどうかもちろん悪いことしてないと思うけどねとか戦争に巻き込まれないかどうかっていうこととかが不安なわけなんですよねとか自分の資産が取り上げられてしまわないかどうかそうならないために 超お金持ちちののの人たちってていいうのは、自分分資産をいろんな国に分散させておく。それこそその積み立 NISA で外貨を買っておくこととか重要って話とか聞いたことありませんかあの日本円だけじゃなくて他の資産を持っておくそれこそ金だったりとか宝石だったりとかあとはあの国債ってあの国の借金を買ったりとかえっと まあ,なんかあとは暗号資産とかもあるかいろんな風にリスクヘッジをしておく日本円だけじゃなくて資産,資産をばらけさせておいてもし世界で大恐慌が起きた時もあの大丈夫だよっていう風にそにユダヤ人の教えで卵は一つのカゴに入れるなっていう教えがあるのと同じように一つの籠に全部の卵を詰め込んでそのカゴを落としてしまうと全部終わってしまうよみたいな感じで。 あの僕たちも例えば人間関係が学校とか職場とか狭いコミュニティしか自分の居場所がなかったらその人たちに嫌われたら終わるじゃないですかそうならないように自分を我慢して行きたくもない飲み会に行ったりとかしてますよねとか仕事辞めたいけど収入源が本業一本に頼っていたらあの本業でブラックだったりパワハラとかにも耐えなきゃいけないじゃないですかだって仕事辞めちゃったら生きていけないからね。 みたいな風に僕たちは選択肢がなくなってるからセイサス業脱の権利を誰かに握らされている状態なわけなんですけどやっぱその超高級時計を買える人たちの世界っていうのは自分で選択肢がたくさんあるわけなんですよね自分で切り,切り開いてきたわけなんですよねで、その今までの培ってきた選択肢を守るためにもいざという時に自分の今まで貯めた資産っていうのをいつでも持って逃げられるようにしておきたいわけなんですよねで、例えば あのインドとか中東のお金も知ってなんかもう宝石とかも首から手からもいろんなところにジャラジャラとつけてるらしいんですよね僕そんな上流階級の人とお会いしたことないんですけどねでそれってまあ多少自慢する意味っていうのもあるかもしれないけどそれよりもあの特に中東とかインドとかって紛争とか多いからあの特に中東の方とかねいざという時にすぐ逃げられるように自分の体に資産をたくさんまとっているっていう状態なわけなんですよねでとはいえ 宝石とか金金っってて重さあたりの金額が決まってるわけなんですよね。だからその、えっと、1億円分の金を体にまとうっていう風に思ったらもう首がへし折れるぐらいのネックレスとかになっちゃうわけなんですよね純金とかだったとしてもねけど時計は違うと時計っていうのはその素材自体じゃなくて希少性によって世界で5本しかない何だっけメーカーの名前忘れちゃったなバシュロン・コンスタンタンとかオーディマ・ピケとかパテック・フィリップとかねいろいろあるわけなんですけど。 それはその職人たち一人一人が一個一個手作りでやってる芸術作品だから。世界に数本しかないという希少性によって、値段がどんどんつり上がってるわけなんですよね。だから、その手首に巻きつけられるサイズで数億円っていうのが分かるわ決まっているわけなんですよ。だから、なんなら、あの金だったら、手首に巻きつけられる範囲だったら、数百万円から数千万円かもしれないけど。時計は高級時計は今後どんどん値段が上がっていくかもしれないっていうわけなんですよね。で。 その高級時計って何それそれってさあの転売ビジネスみたいなふうにとかせとりビジネスみたいなふうに例えば超借金してその高級時計を買いましたで値段が上がりますそれを売りますっていうのを10回とか繰り返したらそれだけでめっちゃ稼げるやんっていうふうに思いませんかそんな卑怯なことを考えるのは僕だけですかねただ僕たち下々のためにはそういうその超高級時計の人たちの職人たちというかお店屋さんは売ってくれないわけなんですよね。っていうのも やっぱり信用,信用で成り立ってるみたいなこの世界は例えば自分の親の代とか23世代前から超お金持ちの代っていう信頼があったりとかその超高級時計を買いたかったらそれまで他の あの中,中流階級の高級時計っていってなんかロレックスだったりとかその数百万円から数千万円の時計を何本も買って何,だ何十本も買ってそれで一歩ずつ店との信頼関係を積み上げていくことであこのお客様はもうガチな金持ちなんだなってあの別に転売とかそんなせせこましいことしなくてもうちの芸術作品という名の超高級時計を大,大事に扱ってくれる人なんだなっていうふうな信頼関係が築けた上で売ってくれるようになるらしいんですよね。で逆にその 僕たたちみいいにせそそましんなだったらあなたにはもう二度とあの時計売,れ、ま、売りませんとか買い取れませんっていうふうになっちゃうらしいんですよね。それぐらいお金持ちにとってその超高級時計っていうのは最後の最後の切り札でいざという時に売るものとして身にまとっておくらしいんですよね。そ,そんな世界あるのって話じゃないですか。 だから超高級時計って何千万円とか下手したら何億円とかするしそして値段がどんどん吊り上がっていくというそんな不思議な話があるってことなんですよねだから結論として超高級時計っていうのはお金持ちたちのいざという時のために備えた資産だったとだからバカみたいに高いんだということ分かったんですよねそれらを理解してな、ね、い僕たちがバカだったという話なんですよねなんか企業家とか会社を持ってる人がとか金持ちの人たちがいっぱいバカバカ車買って うたまなんか金持ちの考えること分かんねえなーとかそんな金あるんだとた俺たちめぐ恵んでくれよみたいなふうに思うじゃないですかそれも税金対策で経費としてあの高級車をたくさん買ってるのとかあるんですけどか経費とか言われても税金のこととか僕たちろくに勉強してないから何残っちゃっていうふうになるじゃないですか,だか例えば1,000万円資産があるとしてそのうちあの、まあ、500万円で車買いましたっていうふうになったら残りので500万円が経費として計上されたら税金差っ引かれるのが1,000万円から 所得税として40%つまり400万円もらいますねとかじゃなくてあ500万円経費で使ったんですかじゃあ残りの500万円から40%つまり200万円の税金でもらいますねみたいなふうにあのなんかねやっぱりお金持ちになるためには税金のこととかお金のこととかちゃんと学んでおかなきゃいけないわけなんですよね。ということでお金持ちたちがたくさん車買うのも税金対策だっていうテクニックがあるらしいんですけどそれと同じようにこの高級時計を買うのって。 どうだ俺すげえだろこんなすげえ時計持ってんだよっていうふうにあのおじさんたちが若い女の子たちにキャーキャー言われるために持っているもんじゃなくてもっっと上の世界を見てているってことなんですよね僕たちみたいにもう決められた地域でずっと社畜としてあの死んでいく運命じゃなくて世界中いろんなととこ行けますとだけどどんな状況でも対応できるような力を資産を持っておくっていうのがお金持ちたちの日頃備えている資産だったということなんですよね。 だから僕たちも別にそこまでの世界には行けなくてもせめて精査す殺予奪の権利は誰にも誰にも握らせない自分で選ぶ自分の大事な人は自分で守れるっていうふうになるためにやっぱり日頃から自分の健康とか気を使って自分の大事な人とか親友と過ごせる時間を増やしたりとか彼らを連れて脱出できるぐらいの経済能力とかっていうのは身につけておきたいよねっていうふうにちょっと高皆さんはこの今回の高級時計の話どう思いますかあくまで僕はそのなんか 本当に本をあのその高級時計を持っている人たちの話を本で見たりとか,なんか中田敦彦さんのそういう解説してる動画を見たりとかして学んだだけであって高級時計とかだから結局思行同一というかお前本でも学んだ情報を喋っただけでは実際持ってねえじゃんっていうふうに思われたらすいませんって感じなんですけどすいませんそんな高級時計買うお金なんてありませんって感じなんですけど。 皆さんこの高級時計の世界どう感じましたかぜひ皆さんの感想とかアウトプットとかコメント欄に残していってもらえればなっていうふうに思います。ということで今回は以上バイバイ。